皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。今回はダイエット実践編の上級編ということでね、だいぶ内容が複雑になってきますけども、中級編のね内容がもう無理なくできるようになってきたという方はぜひねチャレンジしていただきたいので解説をさせていただければと思います。中級編の内容ですね、摂取カロリーだけでなくタンパク質もしっかり見ていただくということと、ジムに通って、まあ、マシンで構わないので全身のトレーニングをしていただくということができてれば、だいぶこう効率よく結果を出すことができるようになってきます。ただまあこれにもね慣れてきてちょっとこう物足りなくなってきたとか、もっとね体を良くしていきたい、もう腹筋バキバキに割りたいとかね、細マッチョになりたいとか、あの有名アスリートみたいな体になりたいとか、フィジークの大会とかに出てるねかっこいい人たちみたいな体になりたい、まあ、大会に出るほどじゃないけどそれぐらいの体目指して頑張りたいとかね、さらに上を目指してねこう体作りやっていきたい、減量やっていきたいっていう方にはね、これぐらいの内容にチャレンジしていただきたいなということで、今回も食事とトレーニングですね、2つポイントをご紹介させていただければと思います。1つ目は食事ですね。中級編までで、まあ、摂取カロリーとタンパク質の量しっかり決めて測ってくださいねというふうに言いましたけども、残りの脂質と糖質、炭水化物もじゃあ量を決めてやっていきましょうというのが上級編の内容になります。まあ、摂取カロリーとタンパク質量はとりあえず変わらずでいきましょう。体重80キロの男性なら 80×30 キロカロリーで2400キロカロリーが1日の目標摂取カロリーです。タンパク質が 160g ですね、取っていただきます。脂質の量から決めていきます。次は脂質の量は1日の摂取カロリーの 20% にしていただきます。2400キロカロリーなんで 20% 480キロカロリーですね。じゃあ脂質 480g 取ったらダメですよ。絶対そんなに取ったら太っちゃうんでね。じゃあこのカロリーを、じゃあ今度は脂質の量に計算をしていく必要があるんですけども、脂質は 1g あたり9キロカロリーです。炭水化物とタンパク質は 1g あたり 4kcal ロロなので倍以上のカロリーがあるんですけども、480÷9 でだいたいですね 53g ぐらいです。脂質の摂取量がですね、だいたい1日に 53g ぐらいの摂取量を目標に脂質もこうしっかり計算していくっていうことですね。そしてタンパク質と脂質の摂取量と摂取カロリーが出ましたね。残りの摂取カロリーを炭水化物から摂取していくという形になります。タンパク質が 160g×4kcal なので640kcal ですね。で、脂質が 480kcal ということなので 2400-640-480 ということで、残ったカロリーが 1280kcal になります。そして炭水化物のカロリーっていうのは 1g あたり 4kcal なので 1280÷4 で炭水化物の量が 320g ということになります。で、この 320g の炭水化物って食材に直したらどれぐらいだろうっていう話なんですけども、まあこれもねざっくりとした計算なんですけども、炊いた後の白米が 100g あたりだいたいね炭水化物 40g と思っておいてください。本当はもうちょっと少ないですけどね、まあざっくりね分かりやすく 40g にしておきましょう。そうするとまあお米が 800g ですね。炊いた後のお米が1合でだいたいね 550g ぐらいになるので1合半ぐらいですね。それぐらいの量だと思っておいてください。お茶碗だと多めに盛って3杯か4杯ぐらい、それぐらいの量だと思っておいてください。まあ、なので結構食べられます。しっかり食パンだとだいたい5枚切り1枚で 40g ぐらいになるかな、炭水化物が。それぐらいだと思っておいてください。よくこうダイエットにおすすめの食材として紹介されるさつまいもなんかだと 100g あたりまあだいたい 35g ぐらいですかね。それぐらいに見といてくださいという感じでね、今度は3大栄養素全ての量を決めて、それに向けてこう食材の量を計算する、栄養素の量を計算するという作業が入ってくるので、まあ結構ねきついです。めんどくさいです。ただ頑張って続けていただいて慣れてくると、今の私みたいにだいたいこの食材はこれぐらいの量でこの栄養素がこれぐらい入ってるっていうのが分かるようになるんですよ。で、もっと経験積むと目分量でその食材の重さとかね量もだいたい分かるようになるんですよ。あ、さつまいもこれぐらいの量だったらまあだいたい 100g、150g ぐらいかなとか、あ、これぐらいの量のお米だったらちょっと多いから 200g ぐらいかなとか、そういうのが分かるようになってきます。そうするともうだいたい目分量でですね正しい量が設定できるようになるんで、いちいち計算しなくても自在にねダイエットができるようになるんですね。まあそこまで、ね、経験を積むっていうのがなかなか難しいとは思うんですけども、計算を地道に続けていけばいつかはね
いちいち計算しなくても自分に合った量、適切な量っていうのが分かるようになってくるので、そこを目指してね、頑張って食材の計算っていうのをやっていただければなと思います。そして2つ目、今度はトレーニングですね。マシンのトレーニングだけじゃなくてフリーウェイトのトレーニングにも挑戦してくださいというのが2つ目になります。フリーウェイトというのはバーベルとかね、ダンベルのことを指します。軌道がフリー、自由に動くからフリーウェイトと呼ぶんですけども、まあ、やっぱりね、トレーニング経験があんまりない方、中級編を見てね、初めてジムに行きましたみたいな方からするとね、フリーウェイトってものすごい難しいんですよね。マシンだったらもう軌道が決まってるんで、こういう風に動けばいいっていうのがまあ分かりやすいじゃないですか。そのマシンの軌道に沿って動かしていけば勝手に鍛えたいところの筋肉を鍛えられるので、すごい便利なんですけども、フリーウェイトの方がよりね、バランスを取るためにたくさんの筋肉を使うんですよ。例えばチェストプレスよりもベンチプレスの方がより多くの筋肉を使えます。効率よく鍛えられます。レッグプレスやるよりもスクワットをやった方がより多くの筋肉を効率よく鍛えられるので、ぜひね、勇気を出してフリーウェイトのトレーニングにチャレンジしていただければなと思います。そしてフリーウェイトの種目でぜひやっていただきたいのが、スクワット、ベンチプレス、デッドリフト、この3種目はビッグ3と呼ばれているぐらい、ね、基本的な本当に土台になるトレーニングなので、この3種目は絶対やっていただきたい。それに加えてミリタリープレス、懸垂、ベントオーバーロー、この合計6種目ですね、ぜひやっていただきたいなと思います。各種目のやり方は別の動画でしっかり解説しておりますので、動画を見ながらですね、ぜひチャレンジしていただければと思います。フリーウェイトですね、最初はとっつきにくくてちょっとね、やりにくいなとか難しいなって感じることもあるかもしれないですけど、しっかり身につけばね、ものすごい効率よく体を変えていくことができます。ぜひね、勇気を出してチャレンジしていただきたいなと思います。ということでね、今回はダイエット実践編の上級編ということでね、2つコツをね、ご紹介させていただきました。カロリーとタンパク質だけでなく、脂質と炭水化物の量も決めてしっかり測っていきましょうということとね、トレーニングではフリーウェイトのトレーニングにチャレンジしていきましょうということでね、ぜひ参考にしてダイエット、ボディメイク頑張っていただければと思います。その他にもね、ボディメイク、ダイエットのご質問等あれば、ぜひコメントよろしくお願いします。 B レジェンドでは公式 LINE で毎日お得な情報を配信しております。概要欄のリンクをタップクリックよろしくお願いします。その他にも概要欄に新商品やキャンペーンの情報を載せておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。